お疲れちゃんのスロットです。マーケー作5日目やっていきたいと思います。さあ、前回ユニレベがねすごい仕上がったので、もう無双中ですね。で、左上の宝箱気づかなかったので、今日これ開けてからスタートしていきたいと思います。さあ、ゴッチーノ来てくれ、まあ、ジャイマスケ、まあ許す。まあ、デッキは引き続きこれでいきます。いきましょう、レッツゴー。で、まあ一つなんかコメントで、そのもし負けてもそれ映さなかったらバレんじゃんみたいなコメントがあったんですけど、一応今ねロイヤル API っていうサイトでその対戦履歴とかを全部見れるんですよね。そうだから、まあそこで僕のこのアカウント調べてくれたら僕がズルしてるかどうかもわかるので、まあなんかこう本当はズルしとるやろって思う方は、まあぜひちょっと調べてね、はい、僕の無実をね知ってください。さあ、ということでやっていきましょうか。なんなら今回隠したか、あれなんかもう勝てそうですね。ラッキーパンチ、うん、オーケー。なんか隠したがりしてるみたいだね、うん、ラッキーパンチ。まあ、この報酬も毎回ね開けるのめんどくさいけど美味しいっすよね。うん、おメガごと工場。いや、まあ最終的に使える可能性あるのはメガかな。さあ、どんどんいきましょうか。好きだ、ダブル6。まあ、1個上ぐらい。うわぁ、怖いね。こういうなんかスタンプ押してくるぜ。怖いね。普通に怖い。うん。俺を知ってんのか、とりあえず煽ってんのか、どっちなんだろうっていう話？いやぁ、勝てそう。ベビーがミニペ殴ってからスケ出すことによって、このミニペ対決勝ちます。いやぁ、転がすか。いやぁ、スケは8、高いね。まあ、ユニゼーベは高いね。一斉はいいね。一斉だけだよね、でも、結局。今んとこね。いや、頑張れ。いや、マスケ切んのかい。さあ。俺の炎のスタンプでね。まあ、暇だから、ジャイから行くのはね、意外と怖いからな。俺、守りたいんでね、メガゴーでミニペしてます。ベビー食っかな。さあ、メガゴー。いや、これミニペがぶっ刺さり半径。あれ見えてない、あの、お主、ミニペが。そこじゃない。ナイス。いいね。勝ちました。ビビったけどね、一瞬。俺に対して煽ってくるだってっていう。煽ってくるってことは相当ユニレベ高いかガチでうまいか。怖いなと思いながらも。気づけば一本。オーケー。ほんと、ビビらすなよな。ね、ちょっとだけ焦るやん、ちょっとだけ。まあ、もう諦め GG ですね。まあ、美味しい、普通に美味しい。クラウンあと3つ取れるのも、クララパス買ったんでね、普通にありがたいですよね。さあ、パスのレベルが20に来たっすね。19か ?35 か。急がんじゃない。チナ取る800です。1000までいけんな、これ、今回。強敵来なければ。さあ、チフユ。可愛らしい名前だね。チフちゃんね。さあ、チーちゃん。タルベ6。うわー、やばい。これ、たまたまね、ベビードラがない。俺、この範囲攻撃優秀のベビードラくんがいないんで。いや、でもこれ、マスケが強い。さあ、ギリギリ連盟してあげて。なんだこれ、スケで、こっちが寄せてあげて、こっちのマスケ、さらにもっと働き多い。さあ、働きマスケ。で、いや、これ、スケがあるかもなーと思いながらの、ミニペ追加かベビー追加か悩んでやな、め。そこそこに反応若い方じゃないのか、これは。いやー、折れるかな。折れてくれたらラッキーだな。いや、折れそうですね。いや、ギリ折れないか。うん。さあ、まあ、垂れてたけどって。いや、いいよ。ユンレベが、まあ、やや、やっぱ俺より1個くらい高いのが平均的ではあるんですけど、1個のユンレベさはね、もうないようなもんすね。僕からしたら。このトロタイだったらね。うん、さあ、これジャイでガゴの方に寄せて、ババをね、範囲で芝く。たぶん217これ、ジャイパン入れば終わるんで、もう何も足さなくてもいいかもね。オッケー。なんだ、ヤナメ使ったんで、これもう真ん中スケ、あー、スケブミニペ。なんかええ感じに。いや、スケブが強いの、お主。いや、ミニペで終わるんじゃね？オーケー。いいやん。いやー、順調だね。
ガチで多分もう負けないね。多分2000ぐらいまではこの感じでいくと、もう1試合もこう焦る試合がないというか、もうね、気づいたらあれ2、3000いってんだけどぐらいの感覚でいけそう。さあ、ダダリオ30紙って書いてんね。30紙使えないけどね、まだ。うわ、やばい。え、待って、これやばい。ホグだ。え、ホグってさ、そんなすぐ、え、まだ手に入んなくね？トロ1300とかじゃないとさ、手に入んなくない？え、ちょっと待って待って待って。あれ？俺の理解が違うだけ？ホグって手に入んなくない？入るん？ちょっと待って待って。本当に？ホグだって1000のアリーナのもう一個上1300ぐらいいかないと手に入んなかったんじゃないかな。あれ？トロ下げすることはさすがないしな。いやー、マジで怖いわ。普通に怖い。意味がわかんねえ。え？俺の多分、あれなんかな？勘違いか？ただの。そういうこと？まあ、ただの勘違いなら全然いいんだけど。いや、強いミニベ。オッケー？いやー、これ入ってほしいな。まあ、ホグがね、厄介っすね。単純に。檻とか施設がないんで。完封できない。まあ、こう来たら熱いけど。うわー、まあ、さすがに、いや、打つか。オッケー！釣り込み試合で、まあベビーかミニペか、まあベビーで空飛ばしとけばうざそう。うん、いや、ホグあれ、ちょっとこの後確認したいですね。さあ、ネクロやってほしいな。やってくれたらもう真ん中スケブパーティーピーポー、そう、延命してく。このマスク延命ね、できる人あんまいないよ、このトロ台で。しっかりタルババね、転がして、ここもね、延命してあげて、このマスクでも試合終わらしちゃうっていう。ういよいしょ、オッケー。いや、待って、ホグあれ手に入んのかな。なんでだ。さあ、ホグ、いや、手に入んないんですよ。そう、1300いかないと手に入んないんですよね。うわ、ゴブリンバレル熱。ちょっと待って、タル、さ、この人の、いや、でもサイトアップ、いや、じゃあ手に入んのか。まあ、手に入るんでしょうね、どうにかして。まあ、ラバースタンプもらい、その辺あんまりね、深く理解できてないんですけど、まあ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 。でもホグが出てくるなら普通に檻とか欲しいよね。ホグ収まん、止まんないもんね。さあ、よろしく。まあ、今まで通りの相手っすね。今んとこも。うん。さあ、古城ババア。うわぁ、なんかめっちゃ積極的だね。まあ、ザップがないのが救いですね、ここまだ。いやぁ、タルババ大事。うん。ザップがないから、スケルトン部隊がね、結構輝くんですよね。しっかり抑えていこう。うん、ベビー工場。いや、今までのマクサクよりも断然敵が強え。ただそれだけは間違いないですね。諦めるんかーい。が、知らないのか、キングを。キングの恐ろしさをお主は知らぬのだな。え？あれ？もしかしてプレゼントフォーユー的な？さあ、しっかりね。この小物で受けてくるのをベビドラで倒そうとしてくるあたりが、なかなかできるやつじゃないの。さあ、逆サイミニペっていう、このトロ隊で両サイ攻めをしていく男。いやー、決まりましたね。このマスク延命のタルババをしていく男。さあ、これに相手もね、たまらんでしょう。お主うますぎーってなってるやろ、今の間。今、ね、おい。あー、ファイブね。まあ、このトロ隊にしては結構うまかったっすよね。もうどうなんだろうな。普通にセンスある人が多いのかな。まあ、その辺がちょっとね、理解がむずいんですけど、区別がね。まあ、今日はね、サンクラパーティーで順調ですね。さあ、珍しい同レベ来た。しかもクランに入ってる。いやー、通ってんなー。ん？香ってんなー。うまいですね、この人、間違いなく。はい。断言できます。うまいです。まあ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 、そういうこともありますよね。
さあ、あと3勝で、あと3勝ぐらいで1000いきますね。さあ、うお、タワー俺より低い。絶対強いです。はい。これマジで絶対強いです、この相手。気をつけないと本当にやばい。さあ、まさか？よろしく。さあ、950。あと2勝。セバスチャン来た。チャン、どこ行ったの、名前から。チャン返して。チャン、セバス、あなたの名前は。セバスチャン、セバスチャン。そう、ジャイです。おー、分からせのレベル7ジャイ。これがレベル差というものなのか。くさー、ズルじゃないかい。よぎー、まあ、ガチはガチなんでね。セバスチャン、兄弟宝箱。お、なんかいいの来い。あん。行きましょう。1000。来た。うわー、強そうだね。あなた、すごい強そうだよ。今日一だ、それは。今日一。うん。一番強い。俺の今まで出会ってきた、ジャイプレイヤーの中で一番強いね。天下一の天ゴッドよりも、ジャイ使いの天ゴッドよりも強いわ、あなた。さあ、戦ってみようじゃないか。さあ、ベビードラクル、やばいよ。一番強いね。蓋してあげて。スケでここも蓋してあげて。やらせないよ。やーちゃやだね。やなめ撃ちょ。残んないね。やなめ強いからね、レベルが。しかも、俺なんとやなめタルなんでね。あ、ゴブリンバレルも対応できちゃう。ありゃまあ、これはもう決まったんじゃないか、俺。で、これもう一枚相手が咲くと、コストないので、単体スケブでね、バカフィーバーしますよ、これ。これがね、刺さるんすよ。僕らになったエリハークっていうのはね、こういうことです。おい、これもエリハークっていうのはこういうことです。コストないだろ。いけ、いけ、いけ、おい、コストはありました。ていっ、おい、さあ、モルタで駆動、アザマス駆動、セアガテックド、レッツゴー。22です。あの22のね、落とし方、どんなオシャンティの落とし方でね、戦ってあげようかな。諦めたかな、なんならもう。まあさすがに諦めません。まあゴブリンバレル飛んでくんのかな。これまあスケブ出してもベビドラぐらいじゃ止まんないよね。モルグレンだとこれ許容しちゃうからね、ここ。謎の許容で。痛い、痛い、痛い、ごめん。嘘。さあ、行きまーす。やなめで落ちるっていう、ただ。延命したいね、これ。こういうの。いやー。スケブ強。マスケ強。もうユニレベゲーやん。そんなことないって言ってよ。うちのジャイは止まらないわよ。これヤナメだけ持って、お願い、間に合って、急いで。よし、しっかり守っていきます。ずれてるわ。 OK。 まあ、だがしかし来ました。まあ、チュートリアルですね。はい、トロ戦終わりました。よし。いやー、めっちゃいいね。これだよ。俺の知ってるマクサがこうなんだよね。これぐらい余裕じゃないとね。はい。さあ、ゴールド稼いで、オッケー。深夜リーナに到達。さあ、セール来た。けど、エメで売ってんのか。エメで売るなや。お金で売ってくれ。エメラルド420でも使うことないよな。まあ、買っときゃいいか。ね。よいしょ。おー、うわー、スケドラいらねえ。めっちゃいいやつ来い。なんか、ノーマル。いやー、違う。俺の持ってるのと違う。あー、一番いらん。お前、誰やねん、帰れ。さあ、お願い。めっちゃいいやつ、お願い。なんかお願い。うわー、ベビドラはいい。工場はなんか違う。いやー、ボス敵はマジで遅延スケラには使える。いや、これガチ悩むなー。スーパーレア。
いやー、墓石でも今強いからな。持っときとくか。ステイ。さあ、スケブが8位になりました。ということで、1000到達したんでね、今日は以上になります。またね、明日やっていきます。チャンネル登録もね、お願いします。では、お疲れ様です。またねー。